1658年に提案されたポーランドリトアニアルテニア共和国19世紀に描かれたポーランドリトアニアルテニア共和国の国称ポーランドリトアニアルテニア共和国または三民族の共和国は17世紀に構想された国家の案であるルテニア公国を創設する案はたびたび構想に上ったが1648年のフメルニツキーの乱の際には 本格的に検討された。1657年に、ボフダン・フメリニツキーの死後、新たな将軍となった幼い子息、ユーリー・フメリニツキーの執権となったイヴァン・ビホウシキーは、ポーランド・リトアニア共和国とハーデヤ地条約を結び、コサックのウクライナを、ルーシ大公国として、ポーランド・リトアニア・ルテニア共和国として合同させたが、ビホウシキーは、条約締結により、ポーランド人に、 ウクライナを売国したという不満を持つコサックにより、支持を失った。1659年9月にユーリー・フメリニツキーに将軍の座を譲り、ポーランド・リトアニア共和国へ移住した。1658年9月16日のハージャチ、合同で提案されたルテニア公国は、ポーランド・リトアニア共和国を構成する一国家となるというものだった。 翌1659年5月、ポーランド議会は実際にハージャチ合同を批准した。しかし、コザックとロシア帝国の侵略により条約は発行を取りやめ、共和国の中にルテニア公国を創設するという案は完全に断念された。ありがとうございます。